無失点6勝目にいました。大瀬良として初戦に決勝加藤さんは最後は1点差緊迫した場面でした。ベンチでどんな風に見守っていましたか。いやもう仲間を信頼してたんで最後のアウトを取ってくれると思って、はい、信じてきました。さあ今日はいい勝ち方があって今日迎えました。どんな思い気持ちでマウンドに向かいましたか。もうチーム一丸で、いい形で戦えると思いますし、僕もその流れに何とかチームのためにチームが勝てると思ってマウンドに上がりました。その中で岡田さん4回のピンチ、菊池さんのものすごいプレーがありました。大ファインプレーでした。どんな風に見えますか。いや本当に皆さんが助けてくれたので、今日も本当にギリギリのプレーだったと思うんですけど、体を張ってアウトしてくれて本当に感謝します。そして昨日ヒーローになりました末谷さんが楽しい演出の方が今日も援護してくれましたね。そうですね、打線の気持ちも強く信頼してますし、一人一人それぞれの役割を繰り返しながら結果を残してくれるようなので、投手陣も、しっかりと頑張っていきたいなと思います。そしてこの勝利で大瀬良さん自身2連勝となりまして、これは4月以来ということになりました。またここから大瀬良さん自身も持っていきたいですよね。そうですね、ぐらいないピッチングばかり続いてて申し訳ないなというのもあるんですけど、次のために必死になって、頑張って継続してやっていけるように大変しくなります。皆さんと一緒に次の試合に向けて勝てるように精一杯頑張っていきたいと思います。